マプトワンと通称されるラゴアワンはモザンビークにあるインド洋に面したワン。ラゴアワンが返事た英語表記を元にしたデラゴアワンと呼ばれる場合もある。南北 90km、東西 20km のワンは北東に開いており、インド洋に通じる。マカネタ半島東岸が北部の海岸線となっており、半島の西側に小町川がある。小町川川口の沖に、 シェフィナ諸島が位置する。湾の西にマプトが位置し、その奥にマトラの両都市が存在している。両市の近海にはインフレネ川、マトラ川、ウンベルジ川、テンベ川が流入。これらの河川からの堆積物により、エスピリトサントと呼ばれる三角州が形成されている。南部にはマプトの対岸にカテ天辺の町があり、フェリーと水上バスで結ばれているが、 マップトとの間に海峡を横断するマップトカテンベ橋の建設計画が2012年より進行している。カテンベの南方でマップト川が流入し、湾の東岸をマシャングロ半島とその北端に位置するイニャッカ島が構成している。イニャッカ島の北西にはポルトゲーゼ島があり、湾内の航路はポルトゲーゼ島の沖を通ってマップトへ向かうように設定されている。海底は 南部と西部に顕著な出地があり、東部のイニャッカ島周辺に岩場があるたは、砂地が広範囲に広がっている。これに加えてイニャッカ島周辺には、珊瑚礁も見られ、ダイビングの敵地となっている。植民地時代は、全域がローレンソ・マルケス州に、モザンビークの独立後は、マプト州とマプトに含まれている。沿岸部にはマングローブが広く分布しており、海藻、 魚介類に加えてジュゴンイルカ、クジラ、ウミガメといった海洋生物が生息している。マシャングロ半島を除くマプト川東岸地域は、マプト特別保護区域の一部となっているほか、イニャッカ島一帯も自然保護区となっている。エスピリト山島をはじめとする各所の三角州は、高校に適さないが、これらによって保護された海域が生じており、マプト港は、 天然の良好として知られている。航路確保のため浚渫が行われ、水深11メートルに寒満差を加えて12メートルを確保し、パナマックス級の船舶に対応している。漁業も盛んであり、エビの漁獲を中心としている。人類の居住は10万年前より確認され、2000年前にはバントゥー系民族が居住していたと考えられている。 この地域が記録上最初に現れるのは、ロンガ人が居住していた1502年にバスコダガマの船団で船長を務めていたアントニオ・ド・カンポが到達したものである。1544年、ポルトガルのローレンソ・マルケスがこの地域を探検し、ローレンソ・マルケスワンと命名されたが、この名称は定着しなかった。十八世紀に至るまで、マプト湾は自由に交易が可能な地とみなされていたが、 1721年にオランダ東インド会社の船体がケープ植民地から到達し、現在のマプトに根拠地の建設を試みた。1722年に陥落するものの、1724年にライジャドザモヘイジドとして完成したが、1730年には放棄されている。 1773年から1777年にかけてオーストリア東インド会社のウィリアム・ボルツが入植を試みたが、ポルトガルからの抗議によりオーストリアは感知しない立場を決め、ゴアから派遣されたポルトガル軍の介入により失敗に終わった。1781年よりポルトガルが後のマプトに要塞の建設を開始し、建設直後にはロンガ人及び、 フランスとの間に争いがあったものの、ポルトガルの支配権は確立された。1823年、イギリスがテンベ川東島岸のマプトワン南部の領有を起都し、ポルトガルとの間に争いが生じた。この争いは1860年代にニャッカ島とポルトゲーゼ島をイギリスが占領しナタール植民地へ編入したことで再燃した。 1869年にポルトガルとトランスバール共和国が難易26度30分を境界とすることで合意。イギリスはこれに異議を唱えたが、フランス大統領アドルフ・ティエールによる裁定に委ねることで合意した。1875年、ティエールの後を継いで大統領となっていたパトリスド・マクマオンが裁定を下し、ポルトガルの主張が認められた。 裁定が行われた後に開発が進み、1890年にはトランスバール共和国方面への鉄道が建設され、ネーデルラント南アフリカ鉄道会社と接続した。同時期にズール王国との戦いに敗れたムグニジンノンドアンドへのノショソシアンガネがモザンビーク南部に築いたガザ王国により、1835年よりロンガ人との戦いが発生した。 また、ポルトガル領モザンビーク総督が、ツール王国に接近する過程で、ロンガ人との取引を禁止したため、ロンガ人による攻撃も行われた。この戦乱は、ガザ王国の滅亡の2年後となる1897年まで続いた。ありがとうございます。